はい、皆さん見てくれてありがとうございます。今日はですね、今ヤフーニュースでも話題になっている美容外科医が逮捕された事件についての闇と、これ詳しいことについて説明していきます。まずどういうことかなんですけれども、 PCB のドクターと湘南美容外科の入って3年目ぐらいの先生かなが誘拐の疑いで逮捕されていると。詳しい話は花火大会の帰り道かな、で高校生の女の子2人が歩いてたら声をかけて無理やりカラオケに連れて行ったと。で高校生ですよって言っても、それを聞かずに無理やりカラオケに連れて行って、未成年っていうのを知っておきながらも酒をガンガンに飲まして、で女の子が嫌がって帰ろうとしても帰らせてくれない、一人は逃げ出したにもかかわらずそれを追いかけて連れ戻してめちゃくちゃ飲ませて、一人が急性アルコール中毒で救急車に運ばれ、でもう一人は泣きながらお母さんに電話をしてやっと助けてもらって事件が発覚したという、まあとんでもないというか、こいつら何を今まで許してもらえたんだっていう話ですけれども、まあこれの問題点は何かというところなんですが、まず行けてない美容外科医ですよね、大手にいて対して血管も出てないと、僕も聞いたことない先生たちですから。でも美容外科医だからってね、年収多分2000万3000万ぐらいもらってチヤホヤされると、モテるようになったと完全に勘違いしてる野郎たちですよね。何もできないくせに、勘違いしやがってっていうところ、だから俺が誘ってんだから飲みに行けるだろうという自信過剰というか、全く勘違いになるものですよね。多分今までそういったことも何回もやってきてるやつらだと思うんですよね。で今回は、まあ、未成年だから、まあ、大丈夫だろ、未成年だから許してもらえるよ、そういう甘い考えがあって、もう法律を完全に軽視していると。医者である以前に人間なんでそんなこと絶対ダメだし、未成年のお酒飲ませるのはこれは法律で禁止されてますから、非常に衝撃的ですよね。まあ、結論から言うとクリニック側も被害者なんですよ。だって湘南だって PCB だってドクター4、500人ぐらいいるから、一人一人まで管理するの無理なんですよね。しっかりそういった教育はしてると思いますけども、本人たちが暴走してるだけなんで、だからクリニック側が名前出されてるっていうのは、僕はもう本当にもらい事故だと思ってますが、まあ、ドクターからすると自分だけじゃなくて自分の家族、自分の背負ってるクリニックもあるので、そこの自覚が圧倒的に足りなかったっていうところ、何かあっても大手だから守ってくれるっていう甘い考え方がよくなかったと思います。で今後彼らどうなるかって話なんですけど、医者免許はね多分大丈夫だと思います。なぜかというと、おそらく、まあ、示談になるんじゃないかなと思いますね。金をむちゃくちゃ積んで、クリニックも出されて実名も放送されてるんで、まあ、美容でやっていくっていうのはおそらく無理だと思います。でむちゃくちゃ金を積めば医者免許は大丈夫なんじゃないかな。ただ停止処分という行政系はもしかしたら何か受けるかもしれない。こういうことをすると、我々まともなことをやってるドクターからすると非常にいい迷惑なわけなんですよ。もう美容外科医イコールチャラいとか、我々のイメージが悪くなってしまうんで、真面目にちゃんとお客様のことを考えていい美容医療をしてるドクターたちからすると非常に、いい迷惑ですと。だからどうぞこのお二人をねくたばってくださいっていう話になるんですが、やっぱりねしっかり手術ができててちゃんと責任を持ってる先生ってその辺の分別はしっかりつくので、こういう無茶苦茶なことは絶対やらないんですよ。だからこういう変なことをやってるやつって基本的に背負うものがない、責任感が全くない、大体手術の下手くそでそんなに稼げてもないやつらなんで、うまくいってる先生たちっていうのはちゃんとそこにはわきまえてやってるというところが決定的な差かなと思いますね。見捨てるわけじゃないですけれども、今後の人生がちょっと辛いかな。ただまあ一回失敗したからってまだやり直すチャンスはあると思うし、医者としてどこまでできるかはちょっとわかりませんが、一人の人間として今回犯した罪でねしっかり反省して、少しでも一人でもね多くの方を幸せになれるように、反省して更生してくれたら、ドクターの先輩としてね嬉しく思います。まあ、これは完全に自業自得なんで、しっかりね医者でやる前に一人の人間ですから、どういうふうにあるべきかをしっかり考えていただいた方がいいかなと思います。